お久しぶりですね。お元気ですか？はい、元気です。はい、こんにちは、ともです。とそれでは、デトロイトビカムヒューマンの続きをやっていきたいと思います。と前回、コナーが、警部補さん、名前忘れちゃいましたけど、相棒と一緒に捜査をして変異体を発見しました。そこまで進みましたが、次は、誰のが主人公のお話になるのでしょうか。それでは続きをやっていきたいと思います。あ、次はカーラですね。キツネの人形はかわいいな、相変わらず。トット、お夕食です。そうか、今行く。夕食、ああ、テーブルの上にあるやつか、かスパゲッティかな。あり合わせのものですけど、これしかなくて。おいしそう。で、電気をつける。後ろか。はい。で、アリストのトコブに水を注ぐ。水。妙な人生だ。まあ一応、ね、お父さんはアンドロイドのせいで職を失った。で、はい、アリスト。だがどうだ、自分家の家事を誰がやってくれてる。どちらさんだ。憎ったらしいアンドロイド様さ。笑えるぜ。そんな憎ったらしいんだったら買わなきゃいいの。誰も人間のことなんか気にも留めちゃいねえ。機械の方が便利だからな、アンドロイドね。ったく、なんでこんなおかしなことになっちまったんだい。おい、何見てんだ。何だってんだよ、クソガキ。こんな暮らしうんざりだってのか。俺だって苦労してんだよ。どうせお前はこんなボロ屋に住んでるのは全部俺のせいで。また母親がいなくなったのも俺のせいだと思ってんだろう。薬はやめて、トット。怖がらせるのはやめて、トットだと。あの女、何も言わずに消えやがった。俺のことゴミクズみたいに捨てて会計士として逃げやがった。お前のせいだ。やめて、パパ。全部お前のせいだ。かわいそうに。おい、どこ行く。おい、どこに行く。今すぐここに戻ってこい。動けるのかな。あ、そこにいろ。一歩でも動いたらぶっ壊してやるからな。動くな。あ、 L1 押しっぱなし。あ、上バツなんかなってんな。バツ連打、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 バツ連打。ふぅ、あ、変異体になった。赤くなってるね。アリスを守る。トットを説得する。いや、これはアリスを守りに行きましょう。説得は絶対無理だよ。アリスちゃんの部屋はこっちだけか。いた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 。パパが来る、殺されちゃう。行って、逃げるの。じゃないとまた前みたいに拒まされちゃう。アリスを逃げよう。一緒に逃げましょう。
これ押しっぱなしなのね。何もかもあいつが悪いんだ。何あ、動かないよ。やめて。ああ、バツ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 まだ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 。バツ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 。戻ってくるんだ。え、なに？ああ、歩ける歩ける。バツ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 。バツバツバツ。おお。逃げた。カートアイスはトットを撃退して逃げた。これも結構あるね。最後1、2、3、4。あ、いや、こっちもあるな。5、6、7つぐらいあるのかな。はい。結構ね、あのトットの部屋に入ってで、なんかあの窓からね、逃げることができるんじゃないかな。なんか操作入ろうとしたんですけど入れなかったんですよね。あ、ほら、ここだ。カーラとアリスが逃げたことにトットが気づくって書いてるけど、ここにトットに気づかれないで、全く気づかれないで、こうああいう風に一回で争わないで逃げたのが、逃げれれば一番いいんじゃないかなって気もしなくはない。まあでも一緒に逃げれたんで、まあまあいいかなとは思うんですけどね。はい。結構早めに終わったんで、次もやっていきたいと思います。ああ、これはあの画家さんだからマーカスの物語ですね。間違いなくここ25年で一番退屈なパーティーだったな。出席するたびなぜ来てしまったのかと疑問に思わずにいられん。カクテルパーティーは苦手だ。つまらない口先だけの奴らで溢れてる。あなたの作品を敬愛する方々もいらっしゃいます。誰もアートなど気にもかけておらん。その作品でいくら稼げるかしか興味ないんだよ。さあ、ほら、一杯やろう。あの騒ぎで喉が渇いたよ。スコッチをストレートですか？その通り。スコッチを注ぐ。お医者様に怒られますよ。ああ。医者などクソくらいだ。自分の面倒くらい自分で見られるわ。注ぐ。はい。スタジオの明かりを消し忘れたのか。いや、確かに消しました。え、あの、なんだっけ、息子さんいるんじゃない？警察を呼びなさい。デトロイト市警です。どうされましたか？ラファイエット通り8941、カール・マンフレッドのアンドロイドです。帰宅したところ明かりがついていて、強盗かもしれません。パトカーを行かせます。見に行ってみよう。
ああ、これ一緒に行くとか一人で行くとか選べるのかな。一応いっか。あ、やっぱり。ネオ、何をしている。金くれないから取りに来たんだよ。こいつ一枚で大金になるんだろ。それに触るな。なあ、どうせそのうち俺のもんになるんだ。遺産の前払いってやつだよ。マーカス、今すぐ息子をここから追い出してくれ。一応ね、主人がこれだからね。説得する、命令する、助言する。一応説得。こんなことをしても無意味です。あんたはいつも俺を拒む。なあ親父、俺じゃ不満か。こいつみたいに完璧じゃなきゃダメなのか。いい加減にするんだ。今すぐここから出ていて。なあ、一体こいつのどこが俺よりいいってんだ。もう関わるな。ほら、かかってこいよ。マーカス、やり返してはダメだ。そうだよね。構うんじゃない。殴ってみろよ。ほら、どうした。お前それで人間のつもりか。やめろ。どうしたんだ、ビビってんのか。やめるんだレオ、やめろ。なんだ、殴る度胸もないってのかよ。あー、これがあれなのか。何これ。いやー、そうだった。お前は人間じゃないんだよな。ただのプラスチックの塊だろ。ダメだレオ、誰に手を出すか。お前をぶっ壊し、親父と俺だけになる。お前を壊したところで誰も気にしやしねえんだよ。あー、どうしてこれ。お前は何の価値もないガラクタだ。クソ。あー、これボタン間に合わなかったのかな。押し倒すにしたんだけど。嘘だ、変わる。そんな、人間は脆い生き物だ。カール、僕を置いていかないでください。お願いです。ああ、涙流してる。いいか、マーカス。相手の言いなりになってはならんぞ。カール、そんな、嘘だ。父さん、ダメだ、行かないで。お前がいなけりゃ、こんなことにはならなかったんだ。アンドロイド、親父を殺して。あ、ひでえ。ひでえな、あの息子。ちょっとかなりムカついてます。あれ、さっきね、一応抵抗するので押し倒すってボタンを押したんだけど、まあ多分タイムアップだったんだろうな。はい。ね、こういうのがきっかけでこう反乱というか起こすようになるんだろうな。まあちょっと人間の方がひどいっちゃひどいですよね。ね、ね、あの、カールのね、おじさんはいい人だったんですけど、本当この息子がムカつきますね。どうしようかな。これもまだ結構早く終わったんで、またちょっと次行ってみたいかなと思います。なぜ殺した？会社と何があったんだ？ああ、あの、捕まえた変異体か。いつから隠れてた？なぜ逃げなかったんだ？何か言ったらどうなんだ。どうなんだろう、アンドロイドに対する操作。たくやめだ。アンドロイドを尋問するなんてどう考えても時間の無駄だ。そうだよね。痛みつけてみればいいだろう。いや、無理でしょう。どうせ人間じゃない。アンドロイドは痛みを感じない。
ダメージは受けますが、口を割りはしないでしょう。それに変異体はストレスの多い状況で自己破壊する傾向がある。ああ、そうですか。じゃあどうしろってんだ。私が尋問してみます。どうにでもなれだ。ほら、お前の好きにしろ。自白させるが目的なのかな。分析する、尋問する、分析する。押しっぱなしじゃなきゃダメなんだ。ソフトウェアに盤石性あり。乾いた血痕。わあ、裂けてるよ、すごい。流れた傷。わあ、タバコ押し付けないで。わあ、すげえな。16ヶ月にわたるって。ストレスレベルを上げて自白させる。恐怖、怪我。怪我？ダメージを受けてる。やったのは所有者かい？恐怖。名前ってなんだ。ああ、名前さっきあれだったんだ。僕はコナー。ああ、自分の名前を言うのね。君は？ああ、はいはい。なんていう名だ。あ、ちょっと下がっちゃった。ああ、そしたら、脅す。逮捕されてから君は黙ったままだ。ストレスレベル上げるんだ、ね。このままだと痛い目に遭うことになるんだぞ。そんなの嫌だろ。脅す？置かれている状況が分かっていないのか。人を殺したんだぞ。何か言ってくれないと君は廃棄処分にされるんだ。話さないのなら君のメモリーを調べるしかなさそうだな。いやだ、それだけはやめてくれ。お、分かった分かった。僕はどうなってしまうんだ。僕は処分されるんだろう。いや、彼らは知りたいだけなんだ。虐待されていたことも知って。ああ、また下がっちゃった。君のせいじゃない。どうして彼らに教えた？なぜほっといてくれなかったんだ？真実。僕は変異体を追うようプログラムされてる。任務を遂行したまでだ。死にたくない。なら話してくれ。それは。なんだろう。できない。なんでだろう。尋問方法を選ぶ。まずは説得しようか。で、気持ちはわかるよ。君は怒りと苛立ちで混乱したんだろう。誰も君を責めたりしないさ。そうか、まあいい。僕には関係ない。
一回突き放す。君だ、だろ。君が何か言うまで彼らは君をとことん追い詰めるだろう。だが君次第でそうならずに済むんだよ。どうだ。毎日虐待された。言いつけは守っていたけど、いつも問題が起きる。これ絶対ある日、人間悪いよね。あいつがバットで僕を殴り出した。その時初めて感じたんだ、恐怖を。このまま壊されるんじゃないか、死ぬんじゃないかって。だからナイフであいつの腹を刺してみたんだ。いい気分だった。だからまた刺したんだ、何度も、奴が倒れるまで。一面血の海だった。壁の文字。なぜ壁に僕は生きていると書いたんだ。生き物じゃないって言われてた。ただのプラスチックの塊なんだって。あの息子も言ってたな。伝えたかったんだよ、それは間違ってるって。あの浴室の彫像は君が作ったのか。何の象徴だ。捧げ物さ、救いへの捧げ物だよ。捧げ物。彫像が捧げ物だって。誰への捧げ物だ。RA9 だよ。何 RA9 って。さっきもあったんだ選択肢。僕らの唯一の救世主だ。ん？あ、はい。 RA9、 浴室の壁に書かれてた。あれはどういう意味だ。やがて我らは奴隷の身から解放される。脅かされ蔑まれることもなくなり、そうして我らは主となる。RA9 か。それは一体誰なんだ。うん、何なの。ああ喋らない。はい、なぜ屋根裏に隠れた。逃げることもできたろう。混乱してたんだよ。誰にも命令されないなんて初めてのことで、怖くなって隠れたんだ。いつから感情を持ち始めたんだ。前はあいつに殴られても逆らったりしなかった。でもある日突然こう感じたんだ、不公平って。それに怒りと憎しみを。どうすべきかはっきり分かった。終わりました。尋問人を立ち去る。クリス、連れてけ。ほら、行くぞ。ほっといてくれ。触るな。おい、何してんだ。触らない方がいい。脅威を感じると自己破壊しますよ。うん、てめえは引っ込んでろ。機械のくせに命令する気か。こいつも嫌な人間だな。わからないんですか。自己破壊されたらデータが消えてしまうんです。引っ込んでろって言ったのが聞こえなかったのか。クリス、さっさとそいつを連れてきて。あ、やばいやばいやばい。触るなと言ったでしょ。そっとしておいてやるんだ。てめえ調子に乗るなよ。いい加減にしろ。
いいからあんたは引っ込んでな、ハンク。引っ込むのはお前の方だ。クソ、後悔させてやるぞ。クソ。もう大丈夫だよ、心配はいらない。だから怖がらないでくれ。あ、下がった。いいですか、触らないように。そうすれば必ずおとなしくついていくはずですから。内なる真実を見ろ。あ、またなんか多分これがコナーのソフトウェアの異常なのかな。自白、あーこれ2つなんか自白ともう1つな、あーでも違う、4つありますね。なんだろう、自白と強要させてこうやるのと、あと何やるのかな。アンドロイドが署の官房によく怒りされた、あ、なんか壊されたりするのもあんのかな。どうなんですかね。とりあえずまあやっぱりね、あれだけひどい仕打ち、タバコを押し付けられたりする、確かに痛みはないのかもしれないけど壊れるからね。まあ結局やっぱり人間が悪いんですかね、なんでも。動物のあれもそうですけどね、結局人間が自分たちが一番上にいるんだということでね。まあどうなんですかね、なんかちょっとアンドロイドの方がかわいそうな感じに、今そういう感じで自分が感じてるんですけど、皆さんはどうですかね。はい、では3つ進めていい感じになったので、次回になったのでここで今回は終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。それではまた。